はい、皆さんこんにちは、チャレさんです。はい、久しぶりに CB 乗ってますって言っても、まだ、週末の外出自粛要請が解けたわけではないです。緊急事態宣言は広島県は解けたんですけど、週末の不要不急の外出自粛の要請は続いたまんまです。なのになんで乗ってるお前はって言われてごめんなさい。あのさっきね、全然乗るつもりじゃなくって、そろそろ20日ぐらいをめどに、週末の外出自粛も3密を避けてならしてもいいよってなりそうな感じがしたので、よし CB のオイル交換して準備するぞと思って、ガレージでオイル交換したんですよ。でしたんですけれども、その当然ね、作業とかそういうのは一つの元ブロガーにとっての大事なネタなので、撮影をしたわけなんですけど、新しくね、買ったレンズ、ルミックスのレンズで撮影をしたんですよ。なかなかこう綺麗に映るしいいんじゃないかなと思ってやってみてて、そっちにばっかり気を取られてて、撮影の方にばっかりね、オイル交換をした時にドレンボルトにワッシャーをつけるのを忘れました。初歩的なミス。まあいいんだけどね、それで壊れるわけじゃないし、オイルがドボドボ漏れるわけじゃないからね、全然俺平気なんだけど、次の時につけ忘れなきゃいいけどなぐらいには思ってる。やべえと思って、だからこう次のオイル交換は、もうちょっと早めのスパンで2000キロとかぐらいでしようと思うんですけれども、まあ、とりあえずね、ワッシャーなしでドレンボルトつけたことって過去にあったっけって思いながら、ちょっと心配になってきて、どれぐらいにじむのか、オイルパンがベタベタになるのか、ちょっと見当がつかないので、ちょっと試運転するかと思って、そんな遠くに行くつもりも全然ないんだけど、ちょっと木材工ぐらいまで行って、往復してきて、で、ドレンボルトあたりのこうオイルの漏れというか垂れというかをチェックしようと思って今、乗ってたとこです。 すげえ久しぶり CB 乗るの、1ヶ月ぶりぐらい。めちゃめちゃこうそう、スピードメーター直って付け替えて動作確認をしてから乗ってないからね、本当に。もう1ヶ月ぐらいじゃない。いやー本当にもうコロナも大変ですよ。でもなんか今日日曜日なのにすげえ車増えたね。ちょっと緩んでるよね、気がね。絶対緩んでると思うわ。今日朝普通日用品の買い出しにスーパーに行ったら、だってダイソーが一緒についてるんだけど、ダイソーに人並んでたもん、開店前で。それ不要不急って、並んでまで買わなきゃいけんほど不要不急って思ったもん。なのでやっぱちょっとね、これはね、由々しき状態で気をつけないと危ないですね。はい、ということでね、久しぶりに CB に乗っているわけですけれども、まあね、今年、ちょうど転んだのをいいことに、春の大整備を行ったので、タイヤ交換とともに、春の大整備を行ったので、バイクの調子はすこぶるいいです。はい、もう行動自粛中にキャブのオーバーホールもしちゃえばよかったんでしょうけど、別にめちゃめちゃ調子悪いわけじゃないから、まあいいかと思って、夏になったら、もう夏だけどね、もうちょっと気温が上がったらメインジェットの番数を下げようかなぐらいの感じです。なんだけど、今久しぶりにオイル交換をして乗ったので、どうかな、静かになったかどうかのもうちょっとよくわからない、もう自分で、その前の状態をちょっと忘れちゃってるけど、まあ調子いいよ、調子いいです、調子いいです。いや、バイク乗れる格好で出てきてなかったから、整備のつもりですげえ中途半端な格好で乗っちゃいるんですけどね。まあほんの10キロ20キロ、ノンストップで
ぐるっと走るか、あそうだね、どっかもしバイク止めれるとこがあってロケーションが良かったら、そうだな、5分か3分程度の PV 風の動画でもちょっとルミックスで撮ってみようかな。 CB の今日そういやモンキーのやつは公開するんだよね。あれ暇で暇でしょうがなくて家の近所で撮ったんだけどさ、さすがに今日は走行動画をそうイメージビデオ風に撮れるような格好の服装をしてないからちょっとそれは撮れないけどね、整備の発行してるから。うん、気持ちいいね。あ、潮干狩りとかしてる人もいるね。あ、この辺の公園ってどっかバイクで入れるのか、入れないでしょう、無理っぽい無理っぽい。はい、ということでね、久しぶりの、CB の走行動画ですけど、何のテーマもなく、走っておりますが、コロナが明けましたらね、皆さんの、ご期待に添えるような、動画をね、また撮っていきたいと思いますので、またその時はよろしくお願いいたします。ということで今日はこの辺で失礼します。では、バイバイ。